こんにちは、渡辺隆介です。デビューアルバムブルーソル発売中ですので、ぜひチェックしてみてください。それからスカイプを使ったレッスンもやってます。スマホやパソコンをお持ちの方は自宅にいながらレッスンを受けることができます。詳しいことは下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。続きたい100本ノック、今回で97本目ですね。今回はブルーモンクをやっていきたいと思います。これは黒本に載ってますので、お持ちの方を見ながらやっていただくと分かりやすいと思います。それではやっていきましょう。まあ、全体的な、コード進行としてはブルースですね。ブルース、ジャズブルースなので、最初 B フラットですね、キーが。で、B フラット、まあ B フラット7ではなく、まあ、普通の B フラットって書いてありますけど、まあ、B フラット7で弾くことが多いと思いますね。で、E フラット7、4度7ですね。で、もう一度1に戻って、で、4度ですね。E フラット、4度シャープディミニッシュ、E ディミニッシュですね。で、ここで、もう一度1に戻って、で、普通のブルース進行だと、ここで普通のブルースというかジャズブルースですね、あと6度7が入るんですけど、この曲に関してはこのここで、まあ、F のペダルのような感じになるんで、このテーマの時は6、7に行かずに、もうそのまま B フラット1、7で止まってるような感じですね。で、この、最後の4小節のところ、頭のところですけど、まあ、普通だったら2、5、2、5、1で、行くことが多いんですけど、ここはメロディーの関係上 F7 でこう止まってるような感じです。ここは2小節続いて1に完結するような はい、という感じですね。まあ進行的にはすごくシンプルなブルースという感じですけど、このメロディーがですね、このリズムが変わった感じで、ここのところが続くところがちょっと最初難しいかもしれないですね。これでちょっと頭に入れなくなったり、僕も最初の頃そういう感じが多かったですね。なんかこのセロニエス・モンク特有のなんかこうリズムトリックがある曲ですよね。はい、今回はブルーモンクをお送りしました。100本ノック、今回で97本目ですね。はい、残り3本となりました。はい、という感じで、この後録音したバージョンもアップしますので、そちらもお楽しみください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。